あみにこんにちは健康法と言われるものはいろいろありますでも難しかったりめんどくさかったりしますよね本日は簡単だけど効果がある健康法と私の感想をお伝えしますこちらは簡単だけど効果がある健康法の例です笑う音楽を聴くこまめに水分補給好きなことをする家事をする なるほどです。笑う笑いはストレスを解消し、免疫力を高め、血圧を下げるなどの効果があります。そのため、積極的に笑うと健康効果が望めます。音楽を聴く、音楽を聴くと脳の様々な部分が活性化されます。そのため、音楽を聴くことは記憶力や集中力、創造性を高める効果が期待できます。こまめに水分補給。 喉が渇いていなくても、こまめに水分補給を行うことは大事です。十分に水分が足りていると、体温調節、疲労回復、便秘予防などにつながります。好きなことをする。好きなことをすることで、ストレス解消、免疫力の向上、幸福感の増加、脳の活性化などの効果が期待できます。家事をする。家事をすることで、運動不足の解消、筋力アップ、ストレス解消などの効果が望めます。 いかがでしたでしょうか年を通ってくると体が思い通り動かしにくくなりできないことが増えたり面倒くさくなることも増えてしまいます。ですのでそういう場合は簡単なことから始めるといいと思います。例えば笑うこと。今ならインターネットで調べれば笑えるような動画があったり笑える話が紹介されたりしていますのですぐに笑うことができます。今回ご紹介したこと以外でも 簡単だけど効果がある健康法は他にも色々あります。自分に合ったやり方をいくつか知って、それを実践し習慣にするといいでしょうね。私の場合は歩くことですね。かれこれ10年以上は続けてやっています。たまに面倒くさくなることもありますけれども、歩き終えるとスカッとして気分はいいですね。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。